フォルクローレ、フォルクローレは英語のがスペイン語化したもので、言葉本来の意味としては音楽のみならず民族学、民族的な伝承一般を指すが、日本ではラテンアメリカ諸国の民族音楽、あるいは民族音楽に基礎を置いた大衆音楽を特に指してこのように呼ぶ。民族学一般を指す言葉としては、綴りは同じだが、英語読みのフォークロアが使われる。 ラテンアメリカ各地にそれぞれ独自性に富んだフォルクローレ音楽が存在するが共通して言えることは先住民系とスペイン系の音楽的特徴が混合され地域によってはそこにさらに黒人の音楽的特徴も加味されていることである。中でも人気が高いのはアンデス山脈周辺の国々の音楽、アルゼンチンのパンパ、草原地帯の音楽、そして パラグアイの音楽であろう。ボリビア、ペルー、エクアドルなど、アンデス諸国は、先住民の人口が多く、音楽にも先住民の要素が強く残っている。ただし、現在世界的によく知られている、アンデスのフォルクローレは、先住民の伝統音楽そのものではなく、それとスペイン系の音楽的伝統を融合して、比較的最近、おそらく1950年代完成した新しい、 音楽である。また、日本には、当初商業的活動として、アルゼンチン経由で入ってきたという権威があるため、1970年代を代表すると、日本で見られている多くの演奏者が、実は、アルゼンチン出身が多い。しかし、実際には、アンデス周辺の地域は、フォルクローレ音楽の本拠地と目され、最も高い人気を得ているのは、ボリビアである。演奏は、 スペイン系の起源を保つ、弦楽器、ギターチャランゴマンドリンバイオリンアルバなどと、先住民系の起源を持つ、管楽器、軽なポーニャ・ロンダドールなど、両者に起源を持つ、打楽器。最も一般的に使われるボンボは、スペイン起源だとされるのアンサンブルによって行われる。また、曲も、一拍子、または二拍子のリズムとドレミソラの五音音階。 ペントニックを基本とする先住民系の旋律、ワイニョ、ワイノトナーダなど、6、8拍子のリズムを基本とする、スペイン系の旋律、クエッカ・バイレシート・カルナバルなど双方が取り入れられている。最近は、従来の伝統にこだわらない、新しい発想による曲も数多く発表されている。伝統的な曲としては、ペルーの、コンドルは、飛んでいくやアルゼンチンの、ウマワーニョが、 代表曲として知られている。国によって曲調やリズム、楽器に多少の違いがある。例えばチャランゴはボリビアで最も盛んで、ペルーでも使われるが、エクアドルではあまり使われない。逆に、ロンダドールはエクアドルに独特の楽器で、またアルパはアンデス諸国の中ではペルーで最も盛んで、ボリビアやエクアドルではあまり使われない、などである。ただし、現在では、 ペルーやエクアドルにもボリビア風のフォルクローレを演奏するグループが数多く存在する。また、前述の通りアンデスのフォルクローレは先住民系とスペイン系の音楽的要素が融合して完成した音楽だが、その原型となった音楽は以下のようなものだと考えられる。代表的なグループ、演奏家系のサンポーニャ・チャランゴの演奏家は、それぞれの項を参照。 前日の通り、日本にアンデスのフォルクローレを最初に伝えたのは主にアルゼンチンのグループだが、これはアルゼンチンのフォルクローレの中ではどちらかというと、防流に属している。アルゼンチンは白人が人口の大半を占めるため、地域によって多少の差はあるが、アルゼンチンのフォルクローレは基本的にスペイン系の特徴が強い6、8拍子の音楽である。ガウチョの音楽と、 リズムが基礎になっている。日本に紹介されたのは1960年代で、アンデスのフォルクローレより古い。最も重要な楽器は、弦楽器のギターと長楽器のボンボであり、これに、歌が加わるだけでも演奏は成立するが、旋律楽器として、バイオリン、マンドリン、アコーディオン、ピアノなどの楽器が加わる、場も多い。アンデスのフォルクローレと比べると、明らかに歌のある曲が多く、気楽曲は少ない。 また、これは、アンデスのフォルクローレにも共通して言えることだが、踊りの伴奏のための曲が、大きな比率を占める。踊りは、通常男女のペアを基本とする単位で踊られ、馬の足音を模した、サパテオと呼ばれる足さばきが取り入れられることが多い。特に、マランボはこの足さばきだけを取り出した、アルゼンチン版のタップダンスとも言うべき踊りである。この踊りは、男性のみで踊られることが多い。 現在人気があるのは北西部の平原地帯に起源を持つチャカレーラとサンバという二つの形式で現存するフォルクローレのおそらく半分以上はこのどちらかに属すると思われる。また北西部とはやや毛色の異なった音楽として北東部のリトラル地方に起源を持つチャマメがある。代表的なグループ、歌手、演奏家。 チリもアルゼンチン同様に白人の優勢な国であり、音楽的特徴もスペイン系の影響が強かった。特に盛んに演奏されるのは、舞曲のクエッカとト,トナーダであろう。しかし、1960年代後半以来、歌を通じた、社会変革を、目指したビクトル・ハラをはじめとするヌエヴァ監視音。新しい歌の系統に属する音楽が、アジェンダ政権の成立と崩壊。 ピノチェと独裁政権への抵抗運動に関連して世界的な注目を集めるようになった。また、新しい歌の系統に属する音楽家たちによって、ボリビアの音楽が盛んに紹介されたため、現在では、アンデスのフォルクローレやチャランゴやケーナなどの楽器もかなり一般的になってきている。代表的なグループ、歌手、演奏家、パラグアイには、 先住民のグアラニー人が数多く住んでいるが、音楽的特徴はアルゼンチンと同様スペイン系の影響が優勢である。特にアルゼンチンのリトラル地方からパラナ川を挟んだ対岸であるため、音楽的特徴は似ている。アルパ、民族的なハープとギターによる合奏が特徴的。代表的な音楽家、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。